どこの市場よりも種類が豊富な気がするな、これ。あ、何これ。これは全部美味しい。ヨルバンニョン、ピーボーイです。ワッキーです。ママです。オレンマニーだ。お久しぶりです。お久しぶりです。シガリョウがさ、ちょっと諸事情あって来れないということで、代打で久しぶりに僕のお母さんを召喚しましたと。せっかくお母さんと新大久保来たんで。新しく韓国マートが一つできたっていう。今まで韓国市場とソウル市場と、二大巨頭があったわけですけど、そこにこう進出してくる形で業務用スーパー、韓国専門のがあるから、オンマにさ、普段何を買い物してるのか、ちょっと普通に見てみたいなと。いいね。まあなんか本当にざっくばらんに主婦の目線でってことで、いっぱいある買いたいもの。新大久保に新しくできた業務用スーパー、イエスマート、レッツゴー。ほいちょっとワッキーの場所を取るお母さん取っちゃった私ね、何買おうかちょっとメモいっぱい。今日買おうのめちゃくちゃいっぱいあるじゃん。そう、でもこれくらいだよ。これ、あ、見せちゃダメ。あと海苔コーナー、さすが品揃えがすごいです。海苔の量めっちゃいっぱいあるよ。どの海苔がさ、いいのってさ、めっちゃ質問来るんだよ、いつも。お母さんのおすすめの海苔はこれ。あ、158円って書いてるんだけど、さあ、とりあえずこれ私おすすめっていうか、普通に美味しいって全部食べたことあるんだけど、じゃあここのマートがイエスマートだから、じゃあイエスゲット。イエスゲット、イエスゲットって言うらしいです。イエスゲットでやっていきます。わお、すごい。これなんかどこの市場よりも種類が豊富な気がするな、これ。すごいサイズ違いでめっちゃいろいろ。私これ買いたい。これ、あ、これトゲメルチで、貝と煮干し、貝煮干し味噌。美味しそう。これうまそうだよね。もう出汁がもう完全に海鮮が効いてるからね。こういうのってさ、買ったらどうすればいいのってみんな言うじゃん。これも普通にお湯にさ、こう味噌汁みたいな感じで溶かせば、もうそれで味ができちゃうっていう。イエスゲット。やったー。僕たちよりキャラ設定が上手な気がする。強いです。春雨コーナー。あ、なんていうか中国産もあるから。後ろをよーく読んでから。あ、差がある。春雨に。韓国で作ったものと中国で作ったものがあるから。これは普通に韓国で作った。ほら。そう。これは韓国で。多分ね。見たらね。ほら。すごい。ほら。だからね、よく見ないとね。イエスゲット。なんかイエスアキトみたいな名前。ちなみにこれで何食分ぐらい？あ、これね、もう10人。あ、リズニングで書いてある。リズニング。あ、何これ。これは全部美味しい。うわし焼きって書いてある。何これ。エスニック料理とかあるじゃん。そこのそういう味が出る。これね、すごいよ。これ何、ミルチエクチョ。かなりエクチョとか。全部。あ、でも私かなりにするわ。イカナゴ。アキアミ。食塩とか。で、これをね、チゲとか。私ね、ラーメンに入れるの。ラーメンの最後にね、1スプーンぐらい入れると、なんか海鮮っぽくなるの。すっごいびっくりする。あと卵焼きとかにあると完全に海鮮。イエスゲット。飽きちゃうからやらないよ。これがあれです。飽きちゃった。いや、大丈夫ね。見つけ。前、うちで作ったことあるじゃん。つぶ貝。つぶ貝の1158円だよ。高いね、結構。高いね。プルコギツナとかなんか変わりだね。これ韓国のツナって結構ジャージャー麺の味とか、チゲ用のやつだったりとか、もういろんな種類のツナがあるわけです。すげえな。これ美味しいよ、結構。あ、一つだけちょっとうちのコーナーもあんまり私買わないんだけど、私これだけ。出たシルトンサイダー。これね、亡くなった姑がすごく飲んだ飲み物だから、これゲットしていい？全然いいです。安いもん、64円。なんか結構三ツ矢サイダーみたいなもんだと思ってる人もいっぱいあるけど、甘いね。そうだね、甘くて違うよね。すごいよ、このソジュの量。ソジュの量すごい。こんだけあるけどさ、最近韓国で流行ってるのってめっちゃレトロ。ニューレトロみたいなね。ニュートロって言って、まあうちらからしたらレトロだけど、その時代を知らない人たちからしたら「え、何これ新しくね？」みたいな。なんで逆にレトロが斬新っていうのが結構ニュートロって流行なんだけど、それでソジュの中でもこの一つだけ水色のやつ、このジンのやつ、これ本当にソジュの元祖っていうか、まあ、このジンのを追い求める人がめっちゃいっぱいいますね。意外と売ってないんで、これは結構で買うのもありなんで。日本でも有名なあのジンロの元祖版だね。でも可愛くないけど。可愛い、確かに。辛すぎて。ジンロ選んでいいよ、買ってあげる。好きなもの全部選んでいい。じゃあ僕あれツナのやつちょっと気になった。このプルコギツナにしても。やったー。見たことないのめっちゃいっぱいある。すごいなこれ。本当に業務スーパー感ある品揃えの量ですね。本当ベーシックなところからだよね。アンソンタンメンとか。アンソンタンメン。これは普通にマイルドなね、マイルドな味でしょ。だから先ほどあれ、これをアンソンタンメンプラスクレーを入れると海鮮ラーメンになる。じゃあもう本当にこの。かなり一つ買ってれば、いろんなラーメンに海鮮だしを加えることができるってことだね。味噌汁の中にちょびっと入れても、これまた美味しい。せっかくイエスマートでラーメン買うんだったら、そのかなりも一緒に買っていろいろ楽しんでもいいかもしれないな。かなりいろいろ使えると。そうだね。かなり。俺がおすすめなのは、やっぱりこのレトルトパウチっていうか。まあ、これだとこの前干しだらスープ食べたやつ。これも本当にこのまま温めて、お湯で温めて、そこに卵入れて、ご飯と入れて食べる、おじやみたいに食べるとめっちゃ美味しい。これヘジャンコです。出たウゴジ。これとかもすごい簡単に一人で家で食べれるっていう。うまそう。じゃあ僕コムタンにします。いいじゃん。イエスゲット。みんな気になるのはキムチやにがキムチ。これ全部キムチだよ。で、農業分キムチがたっぱりなんで、農協はさ、もうこのキムチはないけど、これはあるな。アルタリ、チョンガキムチ。農協のキムチやっぱり売れちゃうんだね。相当。どこ行っても農協のキムチだけないよね。そう。これ見て即買いしたの。なんでかというと、半数くらいかな。味がリッテロ。見た目が普通のお揚げにこうなんか醤油だれだった。タンスークのお菓子だと思った。タンスーク味だと思った。見てこれね、私コーヒー大好きじゃん。コーヒーには絶対これブレイクタイム、これエース。これ美味しい。買いまーす。ここに書いてある。イエースゲート。合わないじゃん、全然統一感がないんですよ。いい意味でフリースタイルってことです。即興性が高いっていう。これ韓国の餅ってこれ。色映えるね。いいかな、もう。こんなもんかな。イエスマートとかけまして、ボードゲームカフェと解きます。そういう心は。どちらも人気の人狼が楽しめるでしょう。エコバッグ3000円以上だったらくれるんだって。最後のイエスゲット。ってなんですか。ふざける気しかない。もう欲しいもの買えましたか。イエスマートだからといってっていうところって何かあった。でも一つ一つの食品に対しての種類がめちゃくちゃ多かった印象と、あと店内がすごい広くて快適だなって。楽しいですよ、日本人が言ってる。こんな調味料あるんだとかトライしてみるのもありなんちゃうか。チャンネル登録、高評価、コメントいつも。잘 부탁드립니다. 어! 빠이요. 빠이요. 母の遺言を見つけたチャミオは単身渡米モンゴメリのコリアンタウンでついに母の妹に出会う。次回チャミオ初めて笑う。